さあ、飼い主の皆さんへ。あなたのペットが助けを求める10のサイン。ペットと共に生活する人は寿命が伸びると言われるのを聞いたことがあるかもしれません。実際、これは本当のことなんですよ。犬を飼っている人の心臓発作のリスクは 3% も減るんです。あまり多くない数字に見えるかもしれませんが、アメリカ合衆国では毎年3万の人が犬によって命を救われているという計算になるんですよ。ペットたちは私たちにたくさんのことをしてくれます。でも彼らの健康も同時に気遣ってあげたいというもの。彼らは体の痛みを口に出して教えてはくれません。ですから適切な治療をすぐに施してあげるためにも、小さなサインにはすぐにでも気づいてあげたいものですよね。咳。犬や猫はケンネルコフという病気に苦しむことがあります。この病気は特別な治療は特に必要ではなく、2週間もすればすぐに症状は消えてしまいます。でもこの病気は伝染しやすいという特徴を持っています。ですから1頭以上のペットを飼っているという人は、この病気になっている子を他の子たちから隔離した方がいいかもしれません。この病気は特に子犬、子猫、ボクサー犬やブルドッグ、パグ、ペキニーズ、ペルシャ猫、スコティッシュフォールド、ブリティッシュショートヘアといった鼻の短い品種にとってはより深刻な症状となる場合があります。これは彼らの顔の構造が呼吸困難を引き起こしやすいため。また小型の犬や猫はたまに咳のような声を上げることがあります。これは逆くしゃみと呼ばれるもので、喉に不快感があることを示します。これも同じく自然に治るものですが、咳や逆くしゃみが2週間以上もしつこく続くという場合には、心臓や肺の病気、フィラリア、気管支炎、肺炎、気管虚脱が疑われます。嘔吐。犬や猫は時折嘔吐をします。病気でない時も。僕の犬も夜中の2時になると必ず吐いちゃうんですよね。多く食べ過ぎたり、早く食べ過ぎたり、良くないものを食べたり、食べてすぐ走ったり遊んだりしてしまったりなど、些細なきっかけはいろいろあります。でも嘔吐は同時に胃腸炎や膵炎、腎臓病、寄生虫のサインでもあります。猫、特に毛がふわふわしている品種は毛玉を吐くことがあります。でも一月に1回以上毛玉を吐くという場合には、獣医さんに連れて行ってあげてください。犬は草を食べ過ぎたり、ゴミを食べてしまった場合に吐く場合があります。日に数回にわたって嘔吐をしている場合には、獣医さんに連れて行ってあげてください。また吐砂物に血が混じっているのも危険サイン。尖ったものを飲み込んで胃が傷つけられている証拠かもしれません。膨れたお腹。ただ食べ過ぎという場合もある一方で、消化不良や腹膜炎、ホルモンバランスの乱れ、内出血の可能性もまた疑われます。そのまま放置していると、場合によっては胸を圧迫し呼吸困難を引き起こし、命に関わることがあります。犬のお腹が腫れている場合、危険な胃捻転の症状である可能性があります。そのまま放置してしまうと数時間で死に至るため、この病気は最大の緊急事態と呼ばれています。これは食べ物やガスによって広げられた胃によって血流が止まり、悲劇的な結果をもたらすというものです。また膨張や GDV といった症状も、食事を食べてすぐ空気を吸い込んだり、運動をしすぎたりということで引き起こされます。特に犬が次の項目に当てはまる場合は、より注意してあげるようにしてください。セントバーナード、ワイマラナー、グレートデーンのように、胸が深い犬種。餌の器が高い位置にある。1日1食しか与えられていない。早食い。膨張や GDV の家系の犬。老犬である。リスクが最も高いとされるのは、7歳から12歳の犬の場合。無気力。普段元気なペットが突然遊びたがらなかったり、一日中寝てばかりいるという場合は、より大きな問題の初期サインかもしれません。犬や猫の虚弱や無気力は、感染症や糖尿病、低血糖、貧血といった深刻な病気に伴って現れます。過剰にそわそわしている。そわそわすること自体は悪いサインではありませんが、
体調が悪いことをペットが訴えている場合があります。犬や猫が理由もなく神経質になったり怖がったり、早歩きをしたり震えたり、苦しそうに泣いたりする場合、回旋、狂犬病、クッシング症候群、心疾患の恐れがあります。また犬や猫に決してあげてはならないチョコレートを食べたりした場合でも、このような症状が発生する場合があります。チョコレートはペットにとってテオブロミン中毒を引き起こす毒です。もし食べてしまった疑いがある場合には、すぐに獣医さんに連れて行ってあげましょう。体重の減少、ペットがきちんと食事をしているのであれば体重が少し減ることは問題ではありません。でも犬や猫が体重の 10% を失っている場合、深刻な状態である恐れがあります。例えば代謝障害、腎臓や肝臓の病気、神経筋疾患、そしてがんなど。多くの人は犬や猫が年を取ると自然に痩せるものだと考えるようですが、専門家に言わせればこれは間違い。動物が年を取るとより多くの病気にさらされることになるため、それが体重減少の原因になるんです。高齢は病気ではないため体重減少の原因とはなり得ません。ですからお家の犬や猫が年を取っていたとしても、体重が減少したら獣医さんに連れて行ってあげるようにしてください。病気の可能性が高いですよ。体を過剰に舐める、ペットが体を過剰に舐めるようになるという形で表出する病気も存在します。猫や犬が体の同じところを過剰に舐め続ける理由として最も一般的なものは、飲みやアレルギーといったもの。犬は胃腸に異常を抱えている場合、変なところをよく舐めるようになります。猫の舐める行為は退屈や不安、OCD といった精神的なものが原因になります。室内外の猫は外の猫に比べて楽しみやアクティビティに触れる機会が少ないため、このような状態に陥りやすいと言われています。また猫は環境の変化によってストレスを感じやすく、新しい赤ちゃんが生まれたり新しい仲間が家族に加わるといったことも不安材料になる場合があります。おしっこの回数の変化、いつもよりおしっこの回数が多いと感じる場合は糖尿病が疑われます。そのようなケースではペットは常に喉の渇きを感じます。そうでない場合でも、おしっこをあまりにも多くする場合は腎臓、肝臓、または副腎の疾患が疑われます。お家で飼っているペットがあまりにも多くの粗相をしてしまったり、夜中に犬がおしっこをするための散歩に連れて行ってほしいとねだったりしていないか、よく注意して見てあげてください。同時に猫や犬のおしっこが少なすぎるという場合も問題です。尿結石や尿道炎で苦しんでいるかもしれません。これらの病気は激痛を伴い命に関わる場合もあります。オスの猫は特に尿結石になる頻度が高いと言われており、これが膀胱炎や血尿を引き起こします。また石が尿道を塞いでしまうこともあり、おしっこが全く出なくなってしまう場合もあります。そのまま放っておくと24時間で死に至ります。すぐに獣医さんに連れて行きましょう。脱毛やかゆみ、猫や犬が耳周りの毛を失い始めたら、のみやダニ、耳ダニ、回旋のサインかもしれません。そうでない場合は内分泌系に問題があるか、心筋感染の可能性があります。ペットが常に耳をかくあまり毛が抜けてきてしまっていることに気づいたら、すぐに獣医さんに連れて行ってあげてください。検査によってそれが寄生虫であるのか、ホルモン異常であるのか、心筋感染であるのかを見分けることができます。食欲不振、健康的な犬や猫はごちそうが大好き。食欲の不振は気づきにくいかもしれませんが、24時間以上ペットが食べ物に口をつけていない場合には、獣医さんに連れて行ってあげるようにしてください。ストレスや痛み、熱が疑われます。またこの症状は猫の方がより深刻。数日間猫が食事を食べないでいると脂肪肝の原因になります。脂肪肝は放っておくと肝不全を引き起こしたり死に至る場合があります。他にも気をつけてあげるべきペットのサインありましたか？コメント欄で教えてくださいね。ブライトサイドにチャンネル登録をお願いします。